あれ？こんばんは。どう？もちろん。ねえ。実は、そっか。そうだね。そうは言っても、赤ちゃんの頃だから、ほとんど何も覚えてないんだけどね。それでも、覚えている景色があるんだ。へえ。大樹の祠で雨に打たれているんだ。冷たくて、それに青白い雷が。そういえばランチ行ってたね。うん。もしかして大嵐が苦手なこととか、祠に行きたくないのって。うん、そのせいなんだよね。そっか。うん、うん、うん、あ、うん、へえ、だけど。ランチはきっといい子なんだよ。僕、悪い子になれば怒られるかな。ランチが？無理じゃない？ふう、僕もそう思う。でも、ケンも怒られてるし、ティラロちゃんだってたまに怒られてる。そういうのを見ると、怒られてみたいなぁと思ったりするわけなんだよ。変なランチ。でも、やれやれ。きっと。そうだね。でも、ほら。うん、うん、おーい、まあ、おや、もう、ありがとう。うん、ねえ。おや？いや。ありがとう。またね。おやすみ。